赤コーナー体重 64.4kg B ラウンド所属林健作選手です。大きな拍手をお送りください。失礼いたしました。そして青コーナー 63.8kg B ラウンド所属森翔太選手です。この試合はトーナメントルールとなり、1.5 分2ラウンドで行われます。クインチ、バックハンドブロー、肘による攻撃は禁止となります。1ラウンド2回のダウンで TKO となります。それでは第1ラウンドは開始です。残り時間10秒。それではインターバルへ入ります。それでは第2ラウンドへと移ります。残り時間30秒。残り時間10秒。それでは判定へと移ります。判定基準は有効打撃積極性の順で評価し、ラウンドごとの判定ではなく1試合全体を通じての判定となります。それでは判定結果をお伝えいたします。判定2対1で青コーナー森翔太選手の勝利です。
それでは改めまして選手のご紹介です。赤コーナー、体重 64.4kg、 ASG 所属、ワンディ選手です。大きな拍手を送りください。続きまして青コーナー、 64.4kg、 B ラウンド所属、林健作選手です。トーナメントルールとなりますので1分30秒2ラウンドとなります。それでは第1ラウンドの開始となります。どんどん行こう。ナイス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 スタート。おー、ナイス。落ち着いて、落ち着いて。ナイス、ナイス、ナイス。ナイスサバキ。残り時間1分。残り時間30秒。落ち着いて、落ち着いて。練習通り、練習通り。まだ1分経過で。1分経過。あ、30秒。おい、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 インターバルへと移ります。それでは第2ラウンドの開始です。
上で鉄鉄がつかなかったため判定へと移ります。それでは判定結果をお伝えいたします。判定3対0でワンディ選手の勝利です。では見事勝利したワンディ選手に一言いただきたいと思います。いや、ありがとうございました。寒い中ちょっと体も硬くて動けるかどうか分からないんですけど、なんとか動けてよかったです。決勝になるんで楽しみにしててください。お願いします。改めまして選手のご紹介です。赤コーナー 63.8kg B ラウンド所属森翔太選手です。青コーナー、ASG 所属ワンディ選手です。この試合はトーナメントルールとなりますので1分30秒の2ラウンドとなります。1ラウンドで2回のダウンで TKO となります。それでは本日のメインイベント第1ラウンドの開始です。集中して落ち着いて、大丈夫、大丈夫、大丈夫、ナイス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 、はい、落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて、タイミング当てるよ。30秒経過、残り時間1分です。残り時間30秒です。それではインターバルへと入ります。それでは本日の最終ラウンドとなります。残り時間1分です。はい、行きましょう。やっていきましょう。山作らないと。
それでは2ラウンドで決着がつかなかったため判定となります。判定は有効打撃積極性の順位で、判定となります。なおこのトーナメントとなりますのでマスト判定となりますのでドローはございません。それでは判定結果をお伝えいたします。判定3対0で森翔太選手の優勝です。ライト級王がチャンピオンとなりました。それではまずチャンピオンベルトの贈呈となります。森翔太選手にチャンピオンベルトが巻かれます。おめでとうございます。それではチャンピオンベルトの認定証を、深津社長より読み上げていただきます。認定証 IGA ボクシングライト級王者森翔太殿、あなたは IGA 第8大会において見事トーナメントを勝ち抜き優勝しました。よってあなたがチャンピオンであることを認定します。令和5年12月3日 IGA 運営委員会一同、森選手、いいマイクでこの大会を締めていただけますか。はい、B ラウンドの森です。対戦していただいたワンギさん、ありがとうございました。もうすごく強くて、もう心折れそうやったんですけど、なんとか最後まで頑張ってよかったです。今日チャンピオンベルトもいただいたということなので、これからこのベルトを守っていきたいと思います。よろしくお願いします。今日は皆さんありがとうございました。